パールロードシーサイドラインですね。島方面に向かってね。お綺麗だよね。ここ車で来た時にもうわーっと思って、この橋を渡ってるんですよ。パールロード山形の視聴者の皆さん、お、青だ、ちょうど青だね。青です。滝養殖なんだろうね、全部ね。これ水が見えくなってんの違うのかな。キャンプツーリングの時は本当にひどい思いしたから気をつけましょう。あの辺かな、鳥羽の展望台、多分違うかな。おじさんが行く鳥羽の展望台、鳥羽展望台、カモメバス。どれだい、兄弟船、あった。太陽崎、太陽崎行ったね。ああ行った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 。富士山も見えんの、富士山。へえ。の展望台完了、9時48分で、なんだこう。で、こっからあとずっとパールロード行って、県道16号線、見えてくるかな。県道16号線右折して、あ、何どこだ、県道16号線右折して、あとずーっと南下っていうか、あの、海沿いの国道に抜けてきますね。パールロードまっすぐ行くと、あっちの島の方行って、あと260号線確かドンツキだから、あと夕焼けラインの方にぐるーっとね、まだぐるーっと行っちゃうから、そっちは見た時あるから行かないで、違うとこ行きますね。ペーロードだな、ここはな、やっぱな、やっぱ車で来ても何にも面白くなかったから、やっぱりバイクで来るから面白いんだな、やっぱりな。下回やったね、まあ大変な思いもしたんだけど、車だとどうもなんだか仕事の延長をしてたような感じがして、どうもやっぱりパッとしなかったけど、いいね、やっぱね、バイクだとね、機動性もいいしね、車より。しばし伊勢島国立公園、この辺はもう
リゾート地だよね、リゾート地で、ずーっと行くとこうかなりこうこの辺になんかビル、ビルっていうかね、ホテルがね、いっぱい建ってるとこあるんだよな。で、大きい橋あるんだよな、大きい橋の手前から多分もう右折していかなきゃいけないんだと思う、確かね。ああ、県道16、まっすぐ行くとスペイン村、これ右折だ。はい、さようならパールロード、奥島ライン、またいつか来る日まで。ほらすごいね、この辺リゾート地だよ、ほんと。よし、265線南伊勢なんてね、タイの里らしいですね。タイ、あの魚のタイの里らしいです。なかなか昨日見てる時に子供がタイ釣ったり、みんなタイ釣って、タイ3匹も4匹も撮ったね、チョーカーの画像あったの。あ、そういうことか。この辺結構釣り堀多いですね。ちょっと大丈夫、ほらここにもある、ここにも釣り公園、サスケア、チヌ、多いね、釣り堀。また海出てきた。結構ずっと走ってるよ、ここの海沿い。260号線、どんどん走り、ずーっと山行ってみたり海沿い走ってみたり、いろんな道ですね、これも登ってみたりね、下ってみたり海走ってみたり。はい、紀北町だ、紀北町だよ。さあ、ここから眺められるかな。いや、すごい山並みだね。もうちょい42号かな。はい、来た、国道42号線。はい、来ましたよ。長かったな、260号。はい、尾鷲方面です。尾鷲方面、左折ですね。尾鷲からね、日本三大国道の425号行きたいんだけど、まずその前に一回もうまっすぐ行っちゃって、熊野でね、マンボウ、マンボウ、道の駅木流島、マンボウ、マンボウだって。で、そこでね、見てこようかなと、熊野市をね、ちょこちょこっと。あとは明日の朝っぱら早くから、三大国道の42号ね、行こうかと思ってますね。今はね、ここね、ここ右曲がってくると熊野古道のつづらと峠っていうとこに行くみたいだね。結構手前の方からね、いろんなとこに熊野古道のポイントあるんだな、熊野市入る前からね。すぐ近くあたりで見れれば最高なんだけど、とりあえず熊野市行きます。熊野古道の前にね。はい、じゃあファミリーマート紀北町なんとか店で、動画の第一章アップロード完了と。いや、かなり時間かかった。30分くらいかかったんじゃね、ファミマの Wi-Fi 使って、パソコンでね編集して、それ SD カードに取り入れて、そこからスマホでね飛ばしてやってやったんだけど、かなり時間かかった。家でやったらこんなの7分程度なのよ、パパッと終わるんだけど。
まさかこんなに時間かかって思わなかったね。丸山千枚田とかね、あるんだよね。丸山千枚田とか、あとなんだっけやな、三重の塔とかね、那智滝何か、あーでもねこうでもねあるんだよな確かね。あっちの方に行ってみたいと思います。でも遠いんだ。それ見た後ね、まだキャンプ場怪しいよ。こっから遠いよ結構。頑張って行くけど、バイクはみんな買っとくね。俺荷台に追い越されたよそれなりのスピードで走ってんだけど、荷台に追い越されたね。交通安全運動だよ、気をつけていきましょうよ。こんな俺は旅先で捕まりたくねえから、四国キャンプツーリングのようにね。熊野古道はじかみ峠、こっから行くんだ。おー行ける人いるね。熊野古道はじかみ峠、熊野古道孫越峠、孫越峠だそうだ。あせい大汗しだ。入りましたよ。よしここで給油するな。給油して、どこ行くかだよな。意外とね全部ね距離あんのよ、行きたいとこは。それも山の奥地にずーっと行かなきゃいけねえんだ。ああどうしようかなと思って、山の奥地まで行って、あとキャンプ場はね結構あるんだよね、和歌山県ね、いっぱいあるから。まあコロナで閉鎖してないことを祈っていくしかないんだけど、ちょっとどうなるかだな。人と人としらみつぶしにやってくと、やっぱこの三重県のこっちの和歌山の県境付近のね、あの辺で2日くらいかかるんじゃないの多分。今日だってゆっくりしてたからね、鳥羽でね。今日は半分いなくても、1日2日かかるんじゃない多分。で、本州最南端の潮岬が、なんか、キャンプ、無料キャンプ場あるんだけど、スーパーカブのね、魔改造のスーパーカブの人から聞いたんだけど、今キャンプ場閉鎖してるんだって。だあそこではキャンプできないよって言われたから、どうしようかなと思って、まあいろいろ考えてますね。はい、じゃあここね直進しちゃうんだけどね、直進してくんだけど、はい、この交差点、キングオブ国道、三大国道の425号線、こっから入り口ですね。ある程度見たら、今度、ここから、右折して、ずーっと行きたいと思いますね。キングオブ国道をね。すごい山の中だね、ここは。矢野古峠だそうだ。すごい山なんだよ、国道42号線。ほら、ほら、熊野市だ。入ったよ、熊野市だ。世界遺産鬼ヶ城って気になって入ってみた。え、どうなの？無料駐車場？なに？なんとかの秘鉄の滝八重城、ここ行く。もう14時過ぎた、やばい。新宮で買い物して、ここで泊まった方がいいんじゃねえか。一回明日の朝ここ行けばいいんじゃねえかな。311、こっちも行かなきゃいけねえんだよな。
丸山千枚だ。俺としてはキャンプ場の心配をしてるんだよな。すごい俺心配してんの、この今年はな。まあもうウィズコロナだからね、ウィズコロナだから、まあもうこういうのがあれなんだけど、キャンプ場閉鎖だけは勘弁してほしいな。世界遺産花の、世界遺産花のなんて変わってる、は花の岩屋、世界遺産花の岩屋、熊野って結構すごいんだね。熊野古道だけじゃねえんだ。あ、すごい岩肌だね。ああ、高畑の石切り場とはまだ違うな。高畑の石切り場は関係ねえが。旧官僚熊野市で、あの先から311号線あるから、そこ右折なんだな。右折すると多分出てくるはずだ。千枚だ多分ね。スタントマンの人から聞いたら30分くらいで着くよって言われたから、3時か3時か。何なの、みかん100円、あ、買おう。このね、みかん、こっちじゃねえよ、こっち100円。食べたけど時期はまだ早いんだよね、多分ね。ちっちゃいみかん美味しかった、甘くて。ちっちゃいみかん美味しいよね。これは意外と 2S とかそのくらいのサイズ好きだけどな。 M とか L とか 2L とかああいうのよりは俺はちっちゃいみかんが好きです。じゃあ行ってみたいと思います。やっぱりこの道だ、ずーっとやっぱ30分くらい走らなきゃいけねえんだな。あとはもう近くで160何号線とか、あんなとこもっと手がなくて、もうちょい近いところのキャンプ場探す。俺はもうちょい近いとこね、どっかにはあるはずだ。丸山千枚田16キロ、よし、丸山千枚田、よし、さあ、通行止め、なんだい通行止めって。何枚だ、千枚だ。へえ、心向けんだ。でもさっきのトンネルのとこ熊野古道のあれだったね、すぐ近いとこだったの。ライダーの人止まってね、あ、あそこだと思って、あれで帰り回ろう。でも千枚だ、三重県がね、緊急事態宣言でキャンプ場全部ダメなんだな。この辺の、この丸山千枚田オートキャンプ場ってもあるらしいんだけど、その近くにもね、あったから電話したの。もう嫌だから。ダメだった。緊急事態宣言でって言われて。で、もう和歌山県の方に入んないと、ダメみたい。で、新宮市の、小口キャンプ場っていうところがやってるみたいで、電話したら大丈夫ですよって、今日はフリーサイトなら OK です、誰もいませんって言われたから、ヘルメットおじさんもそっちに行きたいと思います。で、この道を戻ってって、国道311号線を右折してずっと行くと県道785号線で出てくるの。そっからずーっと山の方、ずーっと新宮市の方に向かって行かなきゃいけないみたい。ちょっとあるみたい。780号行って、そっからずーっと山の奥の方に、川沿いっていうか、なんていうかな、とあるみたい。一回くらい止まってみるとダメだな。よっぽど覚えてない。とりあえずはここの道だ。
近道はと思ってぐらーっと国道大回りはねちょっとね辛いからね、もう近道近道でもう最短ルートで行きたいと思いますね。じゃあその前にね、あの遠くか分かんないからちょっとねトンネルとかね戻ってね、熊野古道の石畳っていうかなんか行きたいと思います。すぐだからね。熊野古道、ヘルメットおじさんが行く熊野古道だ。すごいね熊野古道。ちょっとだけ歩こう、ちょっとだけ熊野古道だよ、はあ、熊野古道見ました。何十メートルしか歩いてないけど、風伝峠、そっちが風伝峠なの、こっち通り峠っていうのかな、通り峠であっちから上がってくるとこの道つながるのかな。布引きの滝方面、こちらこちらね、780、どっち780なの？こっち。ああ、本当だべな、こっちだべな。うわ、すごいとこだね。あ、本当だ、780。おお、面白い。なんだこの道。ああ、さすが700番台の。剣道だけあるね。すごいとこだ。ちょっと怪しくなったらまだ見ようね。マジがもう嫌だからこんなとこでね。これちゃんと780かかってる。ガードレールに。ガードレールじゃわかんねえんだって、ちゃんと街道があるぞ。真ん中焦げ生えてるよ。こっちだよね。こっちでいいんだよね。そっち家の方に上がっていく方だもんな。すごいね。うわ、真っ暗だ。木陰で真っ暗、道はもうガタガタ。苔は生えてる。すごいとこです。岩肌がね、苔生えてもかなりなんか古を感じるんだよな、なんかな。ここの県道780号線、ほら、780県道、いにしえを感じたな、さっきの日陰のとこね。すごい山の中走ってるよ。これ寂しい人とか、寂しい人とか、あんま孤独すぎない人、孤独すぎじゃない、好きじゃない人は多分こういう道嫌いだろうな。そうだ、日の用心。結構行かなきゃいけないかもしれないね。もう16時。はあ、1時間もかかんねえべな。1時間くらいで着けばいいけど、あんまり待たせんのもかわいそうだからね。まあそこにね、家があればね、いいんだけど、家もなく、ただ管理棟だけで、帰らなきゃいけないんですって言われたら困るから、それとか来なくてね、死んだかと思いましたって言われるのも嫌だし。なんだい、江戸口左折、なんだい、こっちでいいのかい。
そうだね。ああ、公園になってるんだ。何の公園ここ。夕日の丘。へえ。ここでキャンプできんじゃん。怖いけど。怖いけど。多分ここも熊野古道の何かあったのかな、入り口出口とかってね、今かかってたから。いやすごいわ、すげえ、なんだここ。はーはー、すげえ、なんだここ。何、なんでかかってるこれ。アスラ、レッドブル、何ここ。あ、こっち来て正解かもしれないね。なんかすごいの見てしまったな。でっかい小気配でいいわ。あ、こっから林道だったんだ。林道大川内線来てん。はあ、すごい林道だったね。岩がすごかったね。岩すごかった。ふん。あ、小舟キャンプ場右だからこっちでいいんだね。どっちが林道なの？林道和知谷線。はあ、林道だよ。どっちも林道なのかな。あ、こっちは林道、これ林道だ。これだ。いやー、うわー、すごい、すごいね。おじばがすごい。おじばの砂利。おお、わあ、焦げ燃えてる、焦げ燃えてるよ。マジかい。おお、小舟キャンプ場まではずっと林道だね、これね。楽しい。ね、おー、でもまあダートではねえんだな、もう全部舗装になってね。ただあんまり走ってないからやっぱ焦げは入るな、やっぱな、車が通らないから。へえ、また一つ林道走破、二つ林道走破ですよ。まあダートではないけどね、ダートだったりしてね、途中から。そりゃねえか。16時13分。ただ今日も何も変えず終わったな、多分。今回も何も変えずに、ふりかけスパゲティだよ、今日も。まあ、とりあえず焼酎だけはね買っといたから、もう朝のうちから多分やべえなと思って、酒はなんとか加工してるからいい。俺本当にこの西日本放浪の旅で俺絶対痩せると思うよ、10キロくらい、絶対10キロくらい痩せると思う、間違いなく。すげえ、焦げ入る、ほら焦げ真ん中焦げだよ。熊出そうだよな、熊。あ、今回はねキャンプ道具の中にね、もう絶対もう俺今回山の中しか走んないということじゃないけど、まあ山沿いの方ばっかり行く予定だったから、まあ一応爆竹は持ってきましたね、キャンプ道具の中にね。爆竹と、あとは盗難アラームのあれやからペーペーって何回かボタン押してと音聞こえてこねえんじゃねえのかな、バイクのペーペーって盗難アラームの音するからね。あとはラジオ持ってきたしな、ラジオも持ってきたし、なんとかなるんじゃねえかな、平日ね。まあ土日はキャンパー来れば、まあ人混みのあれでまあ大丈夫だとは思うんだけど。小舟キャンプ場多分、おお、
いいね、ここね。で、どこあんの？ここかな、小舟キャンプ場。多分ここフリーサイトってやつ？違う？どこだろうね。小舟、その辺かな。その辺にあんのかな。看板あんのかな。違うな。なんかかなり自分が嫌になってきた。ここもキャンプ場なんだけど、ここはキャンプ今禁止なんだって。俺小舟、なんだかわかんないけど、俺小口キャンプ場と言ってたのに、多分ね、小舟キャンプ場の前で俺泊まったんだな、あれって言って、バカだよな。困ったもんだ。もうちょい先だね、もうちょい先だ、あと15分20分くらい、もうちょい先だ。ダメだな、やっぱ見知らぬ土地は。あー、ダメだ、かなり行き過ぎだな。なんか780ってなってね、あれおかしいなって思ったんだけど、なんだったんだ、さっきの。助けろー、ファーラー。遠かった。はあ、よかった。小口自然の家、2300円。でもお風呂ただだよ、使えんだよ、入りたい放題だよ、お風呂で。キャンプサイトはどこに垂れ立っていいんだって。あっちの方にも芝生きれいなとこあるんだけど、どうせまだ明日早く出てくだろうから、何時に出てくか知らねえけど行くだろうから、あんまりねうるさくないとこに立てようかなって思ってます。はい、じゃあ今17時57分、6日目、6日目だよね。ちょっともうごめんね、もう日にち忘れてっから、何日日が。で、今回は新宮市の小口自然の家さんです。で、何も買わないで、まあ食うものはね、もうパスタとかいろいろあるからそれはいいんだけど、ビールとかね、一応買ってきたんだ、今月のカップはね、カップって割るやつは買ってきたんだけど、ビールあるかなって言ったら、キリン、アサヒ、札幌3種類、350と500あるんだけど、350が350円です。で、つまみもつくの。つまみもちゃんと、つまみもついてね。うん、まあいいんじゃないかな。はあ、どこもね、キャンプ場コロナ騒ぎでもう閉鎖してるとことかね、無料キャンプ場はもう完全ダメだね。今回のキャンプツーリングは、この辺は、もう、ダメです。はい。で、まあ今日金曜日なんだけど、明日土曜日でしょ？土曜日はまあキャンプ客とか多いだろうから、まあ空いてるとこっていうか空いてるとこなんかはもう埋まっちゃいそうな気がするから、夕方なんて入っちゃったら、もう一泊するかもしれません。で、この辺の近くいろいろさばいて、まあ楽しんでもいいかなっては思ってます。それでは、あとは何か作って、みかんでも食べて、寝たいと思います。今日はね、スマホで撮ったバブピースしたんだけど、
熊野古道で。なんか空おかしいんだよね。空おかしいの。空おかしくねっていうあれをタイムラインで送ったんだけど。でね、熊野の311号線で、このほら、まあ川も入れてんだけど、食った川も。このね、みかん美味しいの。みかん。こんなちっちゃいみかんだよ。100円。何個入ってるんだろうな。十何個くらい入ってるけど。これ美味しい。これ、潰してギューってやって、焼酎で終わるとどうなんだろうね。まあ普通に食べるけど。暇だからラジオ聞こうかと思ったの。ね？まあこのラジオの感度もね、いまいちなんだけど、同じなんだけどね。でもまあ今まで山の中でもちゃんと撮れてたんだよな。今 FM。FM だよ、FM。AM。AM だよ。AM。おお、びっくりした。なんだこれは。ガムシかい。ガムシ。ガムシ。まったく。こんなおっきい。どこ行った。どこ行った。デコピンしたけどどこ行った。危ない。危ねえよ。危ねえよ。源泉かけ流し温泉の里、十津川村、世界遺産。53、世界遺産、小平寺。あった、53だ、53。Come with Ozas in West Japan Camp Touring 2021.